なんかこう寝る前にお休み中とかするタイプなんですけど、それでお休み中ってしてそっから始まっちゃうことが多いから、ちょっとわかるな、うん、最初別にそんな私はなんかやる気なくっても、うん、一回チューしたらそっから始まっちゃうみたいな、うん、チューから濃厚なに行くみたいな感じで、そう、わかるわかる、同じです。はい、とりあえずだいたいやってる、だいたいそういう雰囲気とかが上手い人は絶対映画か何か YouTube 見ようから始まって、そのまま、まあ、体寄せてくるなりキスしてくるなりしてきます。チューとかギュー、だん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 甘えてくる、ギューしてチューしてみたいな感じから始まります。お風呂入る入らない問題は一番最初に直面すると思う、うん、入らない人もいれば入る人もいるし、絶対入ってほしいけど絶対入ってほしいけどえ、お風呂入るが、ね、なんかなるほどね、うん、そう、その流れは多分一番最初かも、うん、例えばホテル行くなり家行くなりしてもお風呂入るみたいなはする準備みたいな、うん、そうお風呂入るイコールするやん、うん、いや、あ、始まるみたいな、なるほど、それはありがちじゃない。香水の匂いとかなんかつけてるみたいな、こうやってこうやって、あ、うわめっちゃいい匂いだって始まる気がする。あー、わかるね、それもわかる。ことが多いかな。匂いはいいね、うん、まあ、首のここ、うん、の匂いそこはエロいもんな、うん、結構嗅がれるっていうか自分も嗅ぐしみたいな嗅ぐんだえ、いい匂いってなんない、なるなるでしょ。ボディタッチが多くなること、下着の脱がせ方わかんないとか、外し方とか、うん、わかんないくて、なんか手こずってたりとか。手際よく。手際よく。でも言葉かけられるの嫌かも。あ、そう。脱がしていい。無言でシュッシュッシュッだな。ガサみたいなのは嫌だけど、一時声かけてくるのは嫌だ。なんだ、急に黙って静かになって、なんか手握ってきたりとか、距離が近くなる。いきなり犬系みたいな感じでダメみたいな上目遣いでどんどん話が進んでいく。まあ、お酒が入ったらそうなりやすいかもしれない、きっかけにはなるかもしれない。ちょっと酔いが回ってるぐらいの方がふわっとしてても個人的にはいいかもしれない。映画見てて途中でみたいなキスされてみたいな、部屋とか暗くされたら、わーみたいな自然流れで自然バッチリ決められてますね。だいたい映画とかドラマとか音楽とかゲームしたりとかなんかしながら、だいたいなんかしててふとした瞬間そういう雰囲気になりますよね。だいたい肩とか抱いてくる感じですかね。なんか部屋暗くしてから始まりますね、薄暗い、うん、同じく。チャンネル登録お願いします。